はいどうもこんにちは、適当です。今日は、かまいたちの夜トリプル、三日月島事件の真相の動画をね、見ていく続きやっていこうと思います。前回ね、犯人が、春子さん、共犯者が村上勉かな、生きてた1年前のね、2、かまいたち2で死んだと思われてた村上が生きてて共犯者でなっていたという。で、春子さんは騙されてたんかな、まさか殺すとは思わないと。まあ一応、主犯が一応村上か。ごめん。共犯者が春子さんかな。加山さんを殺したと。そこまで分かりましたんで、その続きやっていこうと思います。じゃあ、早速やっていきます。ここまでは前も見たね。村上は何も答えず、栃尾さんを睨みつけている。これで B を選択。その態度の裏には僕は何かがあるような気がした。これで今度は恵子ちゃん視点に移ると。こっからやね、こっからやね。やってないの、見てないのか。さあ、恵子ちゃん視点で見ていこう。私は自分の部屋の前に立った。みんなが私を取り囲むように集まる。私が何のためらいもなく、鍵を自分の部屋の鍵穴に差し込もうとしたとき。ちょっと待ってくれ。敏夫さんがそれを止めた。つまないが、試すのは別の人にしてもらえないか。何か細工するんじゃないかと思ったのだろう。バカバカしいと思ったけど、これ以上疑われるのも腹が立つだけなので付き合うことにした。春子さんに鍵を渡す。春子さんは鍵を受け取って鍵穴に差し込んだ。見守る徹さんたちを振り返り、カチャリと鍵を回した。春子さんはそのことをはっきりと示すように、鍵が開いて、まあ、見せたってことか。私はふうと息を漏らした。開くとは分かっていたけど、本当に開くと、安心すると。これでいいですか？私はそう言って徹さんたちを睨む。いや、まだだ。と、敏夫さん。何です？恵子ちゃんの部屋を開けただけではマスターキーとは言えない。マスターキーはどこの部屋も開くはずだから、恵子ちゃんの部屋だけが開いたってことになっちゃってんだよな。で、これ確か部屋入れ替えてたって言ってたね。春子さんと恵子ちゃんが隣の部屋だったから、春子さんが自分の部屋を恵子ちゃんの部屋として一個ずらした。自分の部屋をその、なんだ、封印されたお札の部屋にしたってことかな、確か言ってたね。だから自分の部屋の鍵を、恵子ちゃんに渡した。恵子ちゃんがなくしたと言っているその部屋の鍵の可能性だってある。マスターキーだってことを証明するためには。そう、例えばその隣の部屋の鍵が開くかどうかも試してみないと。うん。当然その疑問が出てくるだろうとは思った。春子さんは少し躊躇するように、隣のお札が貼ってある部屋の前に立つと、鍵穴に鍵を差し込んだと。ここで、なんか、マスターキーとその自分の部屋の鍵をこう、二つ持ってて、鍵の部分が、その、本物のマスターキーで、この取っ手の部分が、みたいなことをなんかしてるんだよな、トリックで。なんか言ってた名前な。だからちょっとぎこちない。少しもたついている。マスターキーって書いてあるけど、実際はこれマスターキーじゃないんだよな。あ、マスターキーについてるのが、マスターキーの鍵じゃなくて、ってことだな、確か。うん。春子さんの部屋の鍵がついてるのが、このマスターキーのタグがついてる春子さんの鍵で、この実際出てるのが本当のマスターキーの鍵。今春子さんが持っているあの鍵ではその部屋を開けられない。開くんだよな、本物のマスターキーだから。一体どうして？その疑問は春子さんの手元の動きですぐに解けた。なるほど、そういうことか。恵子ちゃん見てたんだ。
ある子さんはロックが外れたことをはっきりと示すようにドアを一度小さく開けてみせた。これで納得しましたか？バカバカしくて仕方がなかった。私が犯人でないことは私自身が一番分かっている。ところが、いえ、納得できませんね。ポールさんが突然意外なことを言い出した。どうして？ケイコちゃんの持っていた鍵がマスターキーだって証明されたのよ。マスターキーじゃないんだよな。ケイコちゃんが持っていたのはマスターキーなんかじゃない。証明されたのは犯人がマスターキーを持っていたということだよ。犯人？どういうことだ？私が聞こうとしたことを三木本さんが一瞬早く口に。だから分かったんですよ、犯人が。犯人が分かった？それにしても意外でした。ケイコちゃんの部屋が2つあったなんて。部屋が2つ？ケイコちゃんの部屋が2つあったってどういう意味だよ。もったいつけたトールさんの言い方にトシオさんは少し苛立ってるようだ。その後、トールさんの説明は長々と続き、結局犯人はハルコさんだという結論に落ち着いた。ハルコさんも観念して加山さんを殺し、加山さん殺しを自供した。ところがそこへトシオさんが疑問を投げかけた。ちょっと待ってください。ハルコさん、俺が加山さんの部屋が、加山さんの返事がないんで2階に戻ったとき、ハルコさんは2階にいましたよね。2階にいたっけ、ハルコさん。加山さんを殺した後、いつどうやって2階に上がったんですか？犯行が無理なんだな。別に普通に上がりましたけど。それは変ですよ。ポールさんがハッとした様子で口を挟む。僕と加山さんは一緒に地下から戻ってきました。加山さんは自分の部屋へ、僕は2階へと別れました。2階ロビーにはケイコちゃんがいて、しばらく僕も、一緒にいたと。その後、加山さんの死体を発見するまで春子さんはずっと一緒だった。2階のロビーに一緒にいたんだな。一体いつ春子さんは僕を追い抜いたんですか？年尾さんが言ったんだよな。で、なんか、変な格好の男を見るんだよな。コートの男が。もういいじゃありませんか。私だけがあの人を殺せたんです。マスターキーを持っていた私だけがね、無駄な抵抗はしません。どうぞ警察を呼んでください。その時、敏夫さんが言った。加山さんを殺したのは春子さんじゃない。でも、マスターキーは春子さんだ。だから共犯者がいるんだよ。共犯者って一体誰なんです？今度は敏夫さんの説明が長々と続いた。敏夫さんが言うには、この館にはコートの男がいると。そして食堂に隠し部屋があって、そこに潜んでいるのだという。私たちは食堂へ移動し、隠し部屋を探した。しかし、隠し部屋なんてどこにもなさそうですけどね。そうだな、ポールさんと三木本さんが言う。何も見当たらなかったようだ。その後、敏夫さんは、水路の死体が菱田清とか、死体が水路を通って流れてきたとか、コートの男とは関係ないことばかり話している。あ、これ敏夫さん視点で言ってたな。敏夫さんの推理もここまでと思ったら、トル君、1年前の事件で津波が来たとき、小林夫妻の他にもう一人、館に向かわなかった人物がいたのを覚えているか。てんてんてん。村上ですか？覚えてんな。そう、村上勉だ。敏夫さんは村上が1年前の津波から逃れ、まだ生きていて、春子さんと協力して加山さんを殺害したと力説する。なかなか良い推理だ。その後、隠し部屋にいた村上は食堂に姿を現し、今回の事件に関することを洗いざり告白された。村上も春子さんも逃亡する意思はないように見えたが、まあ、でも財宝に執着があるんだよな。念のためマリちゃんが二人を縛るロープを取りに行く。事件は解決した。でもこのドタバタのおかげで私は何一つ目的を果たせなかっただけでなく、なんだか三木本さんとかな子の仲が以前より深まったようにさえ見える。飛んだとばっちりだ。
もやもやが残ってんだな、恵子ちゃん。島を出て彼らと別れてしまう前に何か打つ手はないものか。わあ、悲鳴。怖え、この悲鳴。かなこ、私の目に飛び込んできたのは、かなこの腕を掴んで引き寄せる村上の姿だった。お前たちの夜って悲鳴が怖いよな。しかも村上の手には拳銃が握られている。私は何とかしなきゃと思い、ただ硬直していた。動くなよ、俺はこういうものも持ってるんだ。笑ってんな。村上がにやりと笑って嘘をつく。やめろ、彼女を離せ。三木本さんは歯ぎしりをしながら言う。この島を出たら離してやるよ。それまでお前たちはここでじっとしてるんだ。どうやって島を出るんだ？船もないのに。大塩さんが落ち着いた声で言う。それがあるんだよ。お前を送り届けた船がね。船の鍵もこの通り、船長からいただいている。村上は鍵を取り出してみせ、船長は湖の小屋の地下室に閉じ込めさせてもらった。岸田清人と同様にね、と勝ち誇ったように言った。お前が館を出たら警察に連絡する。向こうに着いたら警察が待ち構えているぞ。そうすると、人質はずっと必要ってことだな。わあ。と言って村上は彼女を引きずるようにして、食堂の入り口に後ずさっていく。その時、どういうこと？食堂の入り口にいたマリちゃんが小さく声を上げた。村上がハッとして、銃口を、なんとかした。三木本の目が光ったな。三木本さんは見逃さず、弾かれたように飛び出し、あ、体当たり。三木本アタックが決まった。陽介！三木本さんにかなこが駆け寄る。あ、これもう陽介って呼んでるのか、三木本のこと。やっぱり恋人同士じゃん。恵子ちゃんの入る余地はなさそうだな。どこか撃たれたようだ。大丈夫？ああ、大丈夫だ。かすり、傷だよ。それよりも、かの子は、私は大丈夫。大変、血が。くそ、最後まで邪魔しやがって。村上が立ち上がれないでいる三木本さんに銃を向けると、その前にカナコが立ち下がった。どけ！お願いやめて！ああ、撃った。銃声が響き、床板が弾け飛んだ。どけ！脅しは一度きりだぞ。カナコ、危ない、逃げて。私は心の中で叫んだ。恋にしようにも喉がうまく震えてくれない。村上は品定めするように、カナコの足先から胸元へと視線を合わせ、ゆっくりと銃口を持ち上げていく。私は A、恋を振り絞った。花子、危ない、逃げて。 B、足がすくんで動けず、ただ懸命に祈った。お願い、誰か助けて。 C、それでも何とかしなきゃと思いポケットを探ってみた。さあ、どれを選ぶか。あー、俺ならポケットを探るかな。 C かな。C、それでも何とかしなきゃと思いポケットを探ってみた。何か武器になるようなものはないか。でもポケットの中にそんなものがあるはずもなかった。あるのはただ何の役にも立たないスナック菓子の小袋だけ。無性に自分が悔しくて、そしてこの時ほどお菓子を憎く思ったことはなかった。もうおしまいだ、そう思った時。から撃った。村上が撃った銃弾がかなこの髪をかすめた。それでもかなこは逃げようとはしなかった。トールさんがロープで村上の首を絞め、後ろに倒れ込んでいく。
敏夫さんが村上の拳銃を蹴り飛ばし、二人がかりで抑え込みにかかる。振り向くと、かな子は自分のスカートを引き裂き、三木本さんの太ももに縛り付けている。かな子ってあんなことができるほどたくましい人だっただろうか。もう、あそこにいるのは私が知っているかな子じゃないのかもしれない。かな子を助けるために、私は何一つできなかった。自分の身が可愛かった。三木本さんのように、後先考えず、彼女を助けに行けなかった。これを見てしまったんだな。完売だ。花子は三木本さんと一緒になるのが多分幸せだろう。末永くお幸せにね。私は心の中でつぶやいた。暴れん坊男爵激辛。私にはこれがお似合いね。ポケットの中から取り出した激辛ポテトチップス、暴れん坊男爵を口いっぱいに頬張り、むしゃむしゃと食べ始めた。カラムーチョみたいなもんかな。失恋したかな。辛い。本当に辛い。これ辛いに、辛くてボロボロと涙がこぼれてきたけど、私は食べるのをやめなかった。なんや、こんなところにおったんか。え？これ、加山さんじゃね？なんや、こんなところにおったんか。その時、私は一瞬我が身を疑った。てれてれてーん！加山さん！仰天したような、トールさんの声。加山さんが いる。そこには死んだと思っていた加山さんの姿があった。お祈り中の加山さん。悪霊退散。アホ！悪霊はな、わしが退治したんじゃ。トールが殴られとる。あなた、生きてたの？ハルコさんが驚きと安堵が入り混じったような声を上げた。ああ、そう簡単に死んでたまるか。加山さんが生きてた？死んでなかったのか？殴られて、気絶してただけ？でも血めっちゃ出てたけど。仮死状態だったのか。三木本さんがつぶやくように言う。これだけやない。えらいことがあったんや。お前ら何も気づかんかったんか。加山さんが言うが、私たちには何のことだか、さっぱりわからず、ただ困惑するばかりだった。殺人事件は起こっていなかったのか。加山さん死んでなかった。ぶっちゃけた話、かまいたちの、トリプルがちょっとね、賛否が分かれるのは、加山さんが死んでなかったってことだよな。さあ、続けて、加山編がスタートします。ほら、加山さんが、なんだ、霊がつけるこの三角形のなんかあれを話してる。かっこいい。さあ、加山編がスタート。殴られた加山さんはその後どうしたんだろう。せいちゃん、助けて、せいちゃん。夏美。呪いを解けるのはあんただけや。呪いを解いて、うちらを助けて。ああ、わかってるで。そのためにこの島に来たんやがな。お願い、もう時間が。おい、夏美、ちょっと待て。もう時間があらへん。呪いを解く方法は。夏美、夏美。目が覚めた。ここは、三日月館のわしの部屋や。そうや、祈祷を始めようとしたとき、後ろから誰かに殴られた。いたたたたた。ズキズキ痛む後頭部に手をやり、傷口をそっと触ってみる。ん？傷らしい傷もなく、手には血もついていない。あれ、血出てたよな。なんでだ？なんや、夢やったんか。それにしても殴られた感触がありありと後頭部に残っとる。夢やない。突然後ろから声が聞こえた。A、誰や。わしは恐る恐る振り返った。B、そこか。わしは振り向きざまに空手ショップを繰り出した。まあ、恐る恐るがいいだろうな。この話の流れから言ったら多分、夏美さんだね、多分。
誰や。わしは恐る恐る振り返った。しかし背後には祭壇があるだけで誰もいない。おかしいな、確かに声が聞こえたと思ったんやが。空耳か。空耳やないって。今度は耳元で声がして、わしはピクッとして振り返ったと。夏美さんだ。夏美、久しぶりやね、あんた。夏美、ほんまに夏美か。他に誰がおるね。夏美、夏美。わしは夏美の体に抱きついた。冷た。夏美の体はまるで死んだ人間のように冷たかった。当たり前や、死んでるんやから。ということは、どういうこと？うち幽霊やで。幽霊？だけどお前、現にそこにそうして立っとるやんか。それに、わし今お前の体に触れたで。状況が分かってないみたいやな。夏美はおかしそうに笑い、わしに近づいて頭に手を乗せた。うちも幽霊、あんたも幽霊。そやし、こうやって触れるんや。触れるんや。ほら、見てみ。夏美の指し示す先を見ると、そこには横たわったもう一人のわしがおった。幽体離脱してるのか、葉山さん。あ、わしや。もう一人のわしは頭から盛大に血を流し、白目を向いて畳に倒れとった。死んどる。ようやく事態が飲み込めてきた。わしは誰かに後頭部を殴られて、そのまま死んでしまい、そして幽霊の夏美と会話をしとるんや。わしは信じられへん思いでつぶやいた。A、これほんまに死んでんのか。 B、これがわしの大往生っちゅうことか。 C、わしの会社どうなってしまうんやろか。おいっす、ピックさんや。お久しぶり。これはね、A かな。あ、俺やったら A を選ぶけど、どれ選ぶだろう。かまいたちの夜のトリプルのプレイ動画を見ています。これがわしの大往生ちゅうことか。えらいしょぼいな。もっとドカンと一発当てて、自分も周りも幸せでもうやることないわってところでぽっくり行きたかったんやけどな。確かにそこに倒れてるあんたは心臓が止まってる。そやけど正確にはまだ死んだわけではないよ。 NDE の状態になってるわけ。 NDE って何？大悟みたいなことかな。大悟がよく何やで。 NDE Near Death Experience。 要するに臨死体験。あんたは今幽体離脱状態なんや。あ、そういうことか。それならわしも知っとった。いつか、マジか。大変忙しそうやな。社長との飲みって、すごいな。出世しそうやん、シックさん。俺もね、引っ越して、今ね、今俺が住んでるとこと、まあ今まで住んでた実家。ちょっと親がね、まだ、介護がいるから、俺昼だけ実家に戻って、なんか家のこととかやって飯とか作って、でそれが終わったら放いつ前みたいに放送して、また仕事行ってまた家に帰るみたいな生活してんだよな。だから俺もね、ゲームできる時間がだいぶ減っちゃったよ。今はね、実家にいるから前みたくデスクトップで配信できるんだけど、まあ、家に帰ったら今ねノーパソしかないよね。実家にゲーミングパソコン、デスクトップ置いてきたから、だから軽いゲームしかできないんだ。今はやっと昼やけんできたんだけど。お互いあれやな。シックさんはまだゲームできないぐらい忙しいんだから、俺より全然忙しいな。なくなるね。なくなる。でもなくなるけど、まあ、それをうまく時間を使ってやるしかないんだよな。俺は思ってるけど。まあ、やりたいゲームはいっぱいまだ溜まってるからな。あ、続き。病院で一遍心臓が止まって蘇った人が、心臓が止まってる間自分がベッドに寝とる姿を
部屋の上の方から見下ろしたとかいうやつやろ。なんか俯瞰で自分の姿を見るのが、ああ、いいやん。お金が使わなくていいのはいいことやん。俺も今日、さっきゲーム新しいの買ったからな。相変わらず、ゲームは買っとる。でもちょっと積んでるね。一個一個消化してる。寝とる場所から見えへん位置にある、棚の上に置いてあるもんまで見えたというのが、幽体離脱してた証拠ということらしかった。あれはほんまのことやったんか。わしは倒れている自分を見ながら、夏美に聞いた。これやばいんとちゃうか。はよ元の体に戻らんと、ほんまに死んでしまうんやないかったかな。うん、まあその通りなんやけどな。多分戻れへんと思うわ。俺死ぬ前一歩手前ってことかな、加山さん。殴られて死んで、幽体離脱してる状態。怖いことはあっさりと言う。なんで戻れへんのや。うちがそうやったから。あんたと同じようにうちも死ぬ寸前に霊体になったんや。そやけど自分の体に戻ろうとしても邪気が邪魔して戻られへん。そうこうするうちにだんだん体細胞が壊れていって結局霊体だけが残されてしもたんや。夏美の話はにやかに信じがたいものやったが、わしがこうして幽霊になっとる以上否定もできんかった。そうするとわしはこのままほんまに死んでしまうのを待つしかないってことか。こんな形で、大王女を迎えることになるとは思わんかった。一体わしの頭を殴りつけよったのはどこのドイツじゃ。見つけたらわしの高速地獄車をお見舞いしてやる。そやけど一体誰がこんな。確か加山さん殴ったの村上トムかな。春子さんは共犯なだけ、手伝っただけで、直接手下したのは村上だろ。そや夏目、お前わしを殴ったやつ見んかったか。殴ったんは村上言う人や。ほら京子さんの弟の。ああ、え、あいつは津波に飲まれて死んだんやなかったか。夏美さん見てたんか。そやけど生きとんたんやな。なんでか知らんけど。でもほんまのところは家門の仕業や。家門ってあれか、なんだっけ、猿、あ、岸猿家の主か。家門、やっぱり家門の呪いはあったんやな。そうや、この島には家門の呪いがかかってるんや。伊右衛門に殺された人たちはもちろんこの島で、ごめん、伊右衛門にの殺された人たちはもちろん、この島で命を落とした人はみんな成仏もできんよう、さまようとる。まるで結界みたいになってて閉じ込められとるんや。財宝を誰にも渡さんという伊右衛門の執着心がこの島からの、成仏できないようになってるってことかな。去年の事件もこの事件に、この島に満ち溢れる伊右衛門の邪気が京子さんたちの心を狂わせたのか、心を狂わせたからこそ起きたものやったんやって。うち自身がこうなってみてようわかった。無事に島を抜け出した人たちかて呪いと無縁ではいられへん。みんな少しずつ不幸になっていく。もちろんせいちゃんもや。結界を破ってみんなを成仏させへん限りこの呪いは永久に続くんや。そやからせいちゃんの夢の中で訴えたんや。せいちゃんがやってくれた封印と祈祷の力で伊右衛門の力を弱らせればみんなの力でなんとかあいつの結界を破れるんちゃうかと思ったった。なんかゴーストバスターズみたいな話になってきたな。結界を破って成仏させろみたいな。これ殺人事件のゲームなんだけどな。ゴーストバスターズになってしまった。でもあいつの方が上手やったみたいやな。生き残っていた村上を操ってせいちゃんを殺そうとしたんや。うちの力ではどうしようもなかった。
殴られる最後の瞬間にあんたの頭が動くように念じたおかげで何とか死なずに済んだものの、夏美さんのおかげで助かったのか、こんなことになってしもたわけや。なんちゅうこっちゃ。館を修復し祈祷して一周忌をやりさえすればええと思っとったのに、伊右衛門がそんな力を持っとったとは。そやけど一つ分かったこともある。殺そうとした以上にやっぱり封印や祈祷に効果があるっちゅうことや。伊右衛門は多分弱っとる。せいちゃんが一緒に戦ってくれるんやったらなんとかなるかもしれん。このままやったら死んでしまうんやろ。ほらわしかてできることやったら何でもするけど、わしにやれることはな。この館のどこかに伊右衛門が張り巡らされた、張り巡らせた結界を作り出している何かがあるはずなんや。多分それを壊せば伊右衛門の力も弱まってうちらは成仏できるようになる。でもうちらは結界のせいで自由に館の中を探ることもできへん。といっても普通の人間にはその結界の存在も伊右衛門の邪気も感じ取られへんやろ。もしかしたら生きてるわけでも死んでるわけでもないどっちつかずのせいちゃんには死者を縛りつける伊右衛門の力は及ばんかもしれん。半死半生の田山さんならできるかもしれん。ほんまに？そらわからんけどやってみるしかないやろ。A、せやな、どうやら他に選択肢はないみたいやし。 B、せやけど商人はあんまり攻撃力ないで。ドラクエのこと言ってんのか。これ A だろ。せやな、どうやら他に選択肢はないみたいやし。確かに夏美の言う通りや。しのぶの言うてる暇があったら、はよ、伊右衛門を倒して元の姿に戻らなあかん。その時激しくドアが叩かれた。カイマさん、カイマさんいるんですか？入りますよ。トシオくんの緊迫した声が聞こえてきた。他にもトールくんや、ハルコらがいるようで、かすかに話し声が届いてくると。なんや、みんなして何の騒ぎや。あんたが部屋から出てこんもんやから、みんな不審に思ってきたんやろね。わし、そんなに長い間気を失ってたんか。再びドアが強く叩かれ、トシオくんが声を張り上げる。カヤマさん、カヤマさんいるんですか？いたら返事してください。あんたの死体を見つけたら、これはえらい騒ぎになりそうやな。どないしたらええんや。とにかく一刻も早く結界を見つけ出して、あんたの肉体を包んでいる邪気を払わんと、元には戻れんちゅうことやな。邪気が、邪気をどうにかせないかんって。やべえ。元に戻った。オーマイガー。待ってな。また元に戻るわ。これか。ここら辺からやね。ごめん。突然ドアに何か打ちつけられ、手が折れるようなミシッという音がした。さらにもう一度何かがぶつかる音。あ、あいつらドアを破る気か。あのドア一枚いくらすると思ってんね。A、お前らやめんか。わしは慌てて大声を上げた。B、わしは急いでドアへ向かおうとした。どっちでもいいや、これは。どっちにしろ幽霊だから。お前らやめんか。わしは慌てて大声を上げた。叫んだってあかん。聞こえへんよ。そやけどお前。そやけどお前の声はわしに届いたやないか。
それはせいちゃんとうちの絆が深い証拠や。それに目が覚めてるときは何ぼ読んでもあかんかったよ。ほほほ、わしがせっかく直したのに。入ってきた。加山さん、トシオくんとトオルくんが中に入ってきて、わしの名前を呼びかける。続いて春子、恵子ちゃんも入ってきた。あかん、見つかってしまうから。わしは恋を潜めて夏美に言うた。しゃあないな、心臓止まってるから死んでると思われるやろうけど、まあ後で適当にごまかせるんとちゃうかな。曖昧、大雑把やな。とうとうトールくんが襖を引き開けた。いいという春子が声を上げる。カイマさん、カイマさん。トールくんはわしの体に駆け寄って揺さぶった。A、こら、もっと大事に扱うんか。わしはトールくんに蹴りを入れた。B、あかん、ヘアが乱れる。わしはもう一人のわしの頭髪を変わった。どっちでもいいわ、こんなもん。ヘアが乱れるの方がいいか。あかん、ヘアが乱れる。わしはもう一人のわしの頭髪を変わった。しかし手を伸ばしても、伸ばしたものの通り抜けてしまって手に手応えがまるでない。きっちりセットされた頭頂部の毛がハラハラと崩れていくのをただ見つめることしかできなかった。どうなんだと敏夫くんが尋ねる。死んでるみたいです。いや、ほんまは死んでないねんで。わしはまだ生きてるで。わしのセリフは誰にも聞こえてないようやった。春子はトールくんを押しのけ、わしの体を揺さぶる。嘘でしょ。あなたとにかく警察を。トールくんがそう言うと、トシオくんはうなずいて、部屋の電話を、あげたと。ん？あれ、おかしいな。どうしたんですか？何も音がしない。どこかで切れてるみたいだ。その言葉を聞いて、トールくんが電話線を探り寄せる。確かに途中で引きちぎられていた。A。わしはそれを見て青ざめた。B。わしは叫ばずにはいられなかった。わしはそれを見て青ざめた。電話線まで切ったんか。あれも直さなあかんやん。まったくいらん仕事ばかり増やしよって。わしがぼやいているうちに、敏夫くんは携帯電話をかけようとしているが、もちろん県外で使えない。確か丘の上まで行けば携帯が使えるって。そのケイコちゃんがつぶやくと、トシオくんが素早くトールくんに指示を出した。警察へは俺が、ね、電話するから、トールくんはこのことをみんなに知らせてくれないか。できれば俺が戻ってくるまでに応接室かどこかでみんな一緒にいてほしい。わかりました。そうして春子とケイコちゃんを残してトシオくんたちは部屋を出て行った。わしは A、泣き続ける春子に自分の元気な姿を見せようとした。B、なんとか自分の体に戻れないか試してみた。C、恵子ちゃんの様子が気にかかった。これは C かな。あ、違うわ。わしは泣き続ける春子に自分の元気な姿を見せようとした。せいちゃん何してるん？エリマキトカゲの。まあね、エリマキトカゲて。いや、ちゃうねん。わしはピンピンしとるって春子に伝えようと思ったんや。しゃあけど、やっぱり見えてへんよみたいや。やっぱり見えてへんみたいやな。しきり上下に揺り動かしてた手足を下ろし、春子の顔を覗き込んだ。そしてふと春子が、おえつまじりに何かを小さくつぶやいていることに気づく。ごめんなさい。私があの人に協力してしまったばかりにこんな。
あの人に協力した？どういうこっちゃ。春子さんもまさか村上があんたを殺してしまうとは思わんかったやろね。驚いて夏美を振り返る。春子も村上と仲間やったんか。うん、協力しとったみたいや。でもあんたをこんな風にしてしもたんは村上の独断やったと思う。そうか。わしは複雑な思いで春子を見つめた。これはもうしゃあないな。あよ、家門を倒して生き返ろ。このままやとほんまに死んだことにされてしまいそうやし。葬式でも出されたら。そんなの、のんびりしたことを言うてられへんよ。あんたの体は今こうしてる間にもどんどん死んでいってるんやから。それで、対面にずっとおらせるのはあれだろ。あれだろ。真夜中まで持たへんのと違うかな。ほんまか？とにかく時間がないね。まあ、もし間に合わんと、せいちゃんが死んでしもても、また一緒になれるのはちょっと嬉しいけどな。そう言ってくれるのはありがたいが、わしもまだまだ死ぬわけにはいかん。わしが死んだら、一体何人の社員が、路頭に迷うと思う。新地のホステスはどんだけが泣くと思う。あ、いや、ホステスはええんやけどな。とにかくやるしかない。行くで、夏美。わしと夏美は、わしと夏美はわしの亡きがら。いや、抜け殻か。に、取りすがって泣く春子を置いて、外へ出た。なんや、普通に歩けるな。生きてた時と、生きてた時の習慣なんか知らんけど、普段はこういう風に普通に歩いたりするのが楽やね。ドアなんかもこんな風に開いてたら通りやすいけど、そうやなかったら結構通り抜けるのにコツがいるよ。時間に余裕があればいろいろと試してみたい気もするが、あいにくそんな暇はない。廊下にはボロ切れ同然の服を着たガキのような連中がおったからや。これが伊右衛門にこき使われた人たちかな。死んだもの、うろついているもの、壁にもたれて眠っているようなもの。なんやこいつら、ウチェラルよりずっと前に死んだ人らや。多分伊右衛門に殺されたんやろな。長い間ここに囚われてるうちに魂まですり減ってあんな風になってしまうみたいや。何か手伝ってくれるどころか話もできへん。このままやといずれうちらもあんな風になってしまうんやろな。死んですぐの時に比べたら気力もどんどん萎えていくのは自分でもわかるわ。そんな風になってしまうことも恐ろしかったが、こんな奴らがうじゃうじゃおることに気づかんとのほほんしてたこともゾッとする。まあ、わからんよな。で、何から始めたらいいんや。せいちゃんが各部屋に貼ってくれたあのお札と、そのおかげで今まで行こうとしても行けんかったところに行けるようになったんや。きっとあそこには何かが隠されている。仲間が待ってるから、そこに行こうと。仲間って誰や？言ったらわかる。夏美はそういうだけでずんずんと廊下へ進み、ちょうど地下への階段を登り始める。なんや、その嫌な感じやな。
昨日まではこんなもんやなかったんよ。誰も声は入れんかったんや。階段を降り切ると夏美が声を上げた。せいちゃん連れてきたで。と地下室を調べとったんか。暗がりの奥から人影が現れた。あれ？正岡慎太郎か。殺された。いや、少し恥ずかしそうに、これ2で殺された正岡だ。少し恥ずかしそうに挨拶した男はあの正岡慎太郎やった。正岡、お前か。いや、お久しぶりです。わしら最も嫌うタイプのキザな男、大阪ではこういうのをイキリという。過去を知ってて利用されしようとしではなく、読めなかったな。夏美、お前もこんなやつと仲間やっちゅうんか。正岡さんも殺されたんや。もう昔のことは忘れたって、忘れたってな。確かにあの悲惨な 殺され方を思い出すと、少しかわいそうな気もせんでもなかった。それにな、あそこにおった人間はみんな多かれ少なかれ伊右衛門の影響を受けとったんや。終わらんかもな。正岡さん、そう悪い人じゃないよ。そうだろ。早速正岡は調子に乗る。これ2では正岡最低な男みたいな扱いだったけどな。風俗で働いてた夏美さんの過去を知ってるから脅してたやん、夏美さんのこと。どうも信用ならんが、この際仕方がない。それで正岡さん、ここで何か見つかった？いや、残念ながら何も。たださっきよりも邪気が強まってるような気がする。祈祷が止まってしまったからかな。ああ、やべ、今何時だ。これ今日で終わらせるつもりだったけど、時間が間に合わんな。これね、一応普通の編が終わって、あとちょっと特殊エンディングがあるからそれも見たいんだけど、もう一回かな。ちょっともうちょっと進めようか。ちょっと終わらんな。それで正岡さん、ここで何か見つかった？いや、残念ながら何も。たださっきよりも邪気が強まってるような気もする。祈祷が止まってしまったからかな。わしみたいなもんがやった祈祷でも効果があったということか。改めてあの祈祷師の実力はなかなかのもんややと感心した。あいつの言う通りにしとけば家ももっとどうちゅうことないかもしれん。邪気が強いのはあの辺りなんだけどね。正岡は床の扉がある辺りを指さすと。ほんなら、あの扉の下はなんちゃうか。扉？扉なんてどこにある？本間の死人には邪気が邪魔して見えへんようになってるんや。おまけにうちらは長いとこ、ここにはおられへん。ここに近づくだけで体が腐っていくような感じや。せいちゃん、その中に入るんか。もうとっくに体はないんやから大丈夫そうな気もするが、もしかすると魂がやられてしまうのかもしれん。わしも不快な感じには確
わしも不快な感じは確かにあったが、二人の様子を見てるとほんまに辛そうで、わしが頑張るしかないようやった。わしは目をつぶって水泳の飛び込むのように指から飛び込んだと思った途端、すごい力で後ろに弾き飛ばされてしまった。なんや、ほらこうやねんで、こうやねんで。夏美はそばにあった機械に体を半分突っ込ませてみせる。な、わかった、もう一回やってみるわ。もう一度姿勢を直し、つい息を止めて飛び込んだが、やっぱり弾かれてしまう。何か途中まで指が、なんか急に抵抗が強くなって、なんやろ。わしはなおも果敢にチャレンジした。どりゃ。A、後ろ向いて尻から飛び込んでみた。 B、 腹を最小限に引っ込めてすり抜けようとした。 C、 道頓堀に飛び込む要領で宙を舞った。どうでもいい。後ろ向いて尻から飛び込んでみた。私トランポリンでもしているかのように羽飛ばされる。ペイちゃんでも無理か。これ霊体は通れないんだ。その後もいろいろと話して、試してみたが、どうやっても入ることはできんかった。夏美が唇を噛んで考え込んでいると、誰かが階段を降りてくる足音が聞こえた。誰か来る。隠れな。大丈夫や。足音がするのは人間だけやからな。うちらの姿は見えへん。階段を降りてきたのは、トールくんとトシオくん、それに三木本くんやった。懐中電灯で地下室を隅々まで照らし、何かを探しているような姿を見て気がついた。わしを殺した。いや、まだ死んでないけど、犯人を探しとるんや。犯人はしばらく地下室を探ったったが、誰もおらんことがわかると、床の扉に目を向けた。ということは、あとはここしかないんだ。三木本くんはゆっくりとかがむと、扉に手をかけ、えいと引き開ける。うわぁ、霊が出てきた。その途端、中に充満していたらしい邪気が一気に溢れ出し、わしも夏目もうっとうめいて後ずさる。三人はそんなことなら全く気づかない様子で順番に降りていった。当然扉は開けられたままや。夏美が恐る恐る近づき、様子を伺うと、やっぱりこの扉、裏に血で何か書いてある。すっかり変色して読めへんけど、何かの呪詛みたいや。このせいで入れんかったんちゃうか？今やったら入れるかもしれん。せいちゃん。その中に飛び込むのは勇気がいったが、わしは鼻をつまんで飛び降りた。ふんわりとしたスピードで落下し、地下通路に降り立つ。入れたで夏美。あかん、うちにはこれ以上無理や。霊体じゃ入れないんだな、呪いで。中途半端な霊体と、なんだろう、生身の肉体の間ぐらいの、タイマさんなら入れるのか。声だけは聞こえるはずやから、何かあったら呼びかけて。仕方がない。わしはますます濃密になる邪気の中、トールくんたちを追いかけるようにして通路を進んだ。めちゃくちゃ邪気が出てん。トールくんたちは奥の小部屋で、さっきは押しても引いてもあかんかった扉を調べ始めとった。そこに家門の結界の秘密がある
かと見守っていると、俊夫君が何かチェーンのようなものを引っ張った途端、ガラガラと音が響く。三木本君が扉を押すと、おお、なんか出てきた。びっくりした。その奥から、これまでとは比べ物にならん邪気が流れてきた。邪気と一緒に、大勢の人、読めなかったな。なんじゃこら。わしは悲鳴と怒号のような気を押しのけるようにしながら、トール君たちの間をすり抜けて、そこへ出てみた。そこは地獄のような光景だった。一階で見たような霊たちの慣れの果てか、姿形もすっかりわからんようになった、まるでムンクの叫びみたいな霊体がそこら中を浮遊している。イエモンに殺された人のあれだな、多分。避けることもできず、ぶつかってくるたびにその思いがわしの中にも流れ込んでくる。助けてくれ、もう解放してくれ。嫌だ。悲しみ、怒り、そして絶望。いろんな人間の声が合わさっているが、その思いだけは共通しているらしく、強い念の塊となってぶつかってくる。ていちゃん、ていちゃん、何があったんや、大丈夫か。夏美のかすかな声が聞こえてくる。ああ、大丈夫や。数えきれんほど死人がおるぞ。どうやらこの辺に結界の中心がありそうやな。ボール君たちが水路により奥に向かって進み始めた。わしもその後を追う。うわ、突然トール君が声を上げた。なんだなんだ、どうした。誰かいます。本当か。おい、もう逃げられんぞ。観念して出てこい。三木本君が怒鳴り声を上げて身構える。これ菱田清の死体か。俊夫君が向けたライトの光の中に浮かび上がってきたのは生きた人間の顔ではなかった。眼球のあるはずのところにはただぽっかりと空洞が開き、唇はほとんどなくなって、歯が全てむき出しになっている。骸骨というしかない。トール君たちはしばらく立ちすくんでいたが、やがて俊夫君が、読めなかったな。と、通路の途中に老婆がうずくまっている。これ、菱田清の霊体かな。トール君たちが目もくれずにいるところを見ると、やはりこれも霊らしい。わしは A、 ちゃんと人の形をしているのでひとまず話しかけてみた。 B、 あまりに陰気な雰囲気なので関わりたくないと思って通り過ぎた。これは話しかけよう。 A、 わしはちゃんと人の形をしているのでひとまず話しかけてみた。なあばあさん、そんなところでと言いながら、よくよく見ると老婆の顔は見覚えのあるもんやった。あんた、キヨさんちゅうことは、京子さん？その呼びかけにハッとした様子で顔を上げる。はい、あっしは確かに菱田清というもんです。もともとこの三日月館の管理を任されておりました。あんたは？京子さんとは似ても似つかないしゃがれ声で老婆は喋る。どことなく関西弁のアクセントに似ていなくもない。これはこの辺りの方言なのだろうか。わしの呼びかけにハッとした様子で顔を上げる。はい、あっしは確かに菱田清というもんです。あ、これ読んだな、ごめん。ん？
ちゅうことはあれか、キヨの本物、京子さんはあんたに化けたっちゅうことか。ああ、よくわかりませんけど。で、ここにいるっちゅうことは、京子さんに殺された男の人でした。湖の小屋に連れて込まれましてな。水路を伝って逃げようとしたんがいけませんでしたな。ああ。途中で水がブワーッと来まして、もうブワーッと。水路を押し流されたのでは、ひとたまりもなかったであろう。こんな体になってもうて、うろうろしてるんですけど、ここから先はどうしても進めんのです。結界の内側からも外へは出られなかったということらしい。ヨウさん、今やったらそっちの扉が開いてる境、出られるで。外にわしの仲間がおるからそっちに行くんや。あ、あんたは。わしはイエモンの結界を壊しに来たんや。親指立ててる、かやまさん。かっけえ。みんなを解放するためにな。自分で言うておきながら、なかなかええ響きあった。ばあさんにはわしに五光が差してるように見えたかもしれん。と思ってみると、キヨはトール君たちと一緒に小部屋に入っていくところだった。無視された。キヨ！よし。ちょっと中途半端だけど、もう時間になっちゃったので、ここまでにしときます。加山さんが生きていた。で、まあ、加山さんが元の姿に戻るには、この、イエモンの邪気が邪魔をしていると。みんな、夏美さん含め成仏できない、昔の人が。だから、そのイエモンをどうにかしないと、みんな成仏できないし、加山さんも元の体に戻れないと。だから今からイエモンをぶっ倒しに行くのかな。じゃあこの続き、また次回からやっていこうと思います。じゃあ、今日はこれで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。